NSC ラクラクアワータイムキーパーの一人でお送りしております。それではコーナーに参りましょう。名前だけでも覚えてください。このコーナーではテーマに基づいた名前を覚えておきたい芸人3組に登場してもらい、ネタを披露していただきます。本日のテーマは、今月2組昇格44期かけるメンバーでございます。はい、先日漫才劇場でメンバーの入れ替え戦がありまして、 NSC44 期が2組昇格しました。以前から在籍している1組を加えて3組にネタを披露してもらいます。すごいですね。はい、そうですね。44期が増えて、増えたね。1年目か、 2年目か、ね、どんどん増えていくんでしょうね、後輩が。素晴らしい。ということで、1組目参りましょう。1組目は NSC44 期芸歴2年目の、シャカトラです。ボケの久保とツッコミの岡本からなるコントと漫才二刀流のコンビでございます。それではネタを聞きください。どうぞ。おい、これどうすんねん、お前。これ、申し訳ございません。俺、朝日ビールさんに1000万振り込んどけ言うたな。はい。お前、なんで餃子の王将に5億円振り込むねん、お前。申し訳ございません。ああ、はい。お前、王将の担当やな。はい。なんか最近契約したんか、王将と。いや、してないです。ほら、なんで振り込むねん、5億円。指示を聞き間違えまして。ああ、もちろんその5億円返してもらえるよりも対応してんねやろな、お前。いや、電話はまだしてないです。いや、と思って俺が電話したわ、ボケ。申し訳ございません。おかしいと思ったんです。早めに返しますね。言うてくださったわ、社長さん、優しいから。すいません。お前ほど仕事できへんやつも初めてだったわ。すいません。ミスしまくる。はい。ミスの対応もできへん。はい。もう人間の失敗作や、お前。はい。なあ、お前みたいな失敗作採用した人事部が悪いわ。はい。はいはい、ちゃうやろ、お前。はいはいはい。すいません。再発防止策考えろ、お前。何回でも間違えて金置くんぞ、お前。はい。言えや、自分で考えて、自分から再発防止策。はい。今後は採用面接の前に筆記テストと性格診断をさせて、簡単な計算ミスをしないか、ミスを隠すような性格じゃないかというのを調べてから、人事部が面接をするという形にします。やっぱり集中欠けているという点がミスを引き起こしておりますので、筆記テストでですね、そういった部分を見極めるべきだと思います。それは、お前みたいな失敗作を人事部がもう採用せえへんための再発防止策や。ちゃはい。んと答えろ。はい。筆記テストだけではなく、性格診断のあ、ミ違スも。う。そんな聞いてない。ちゃんと答えろ。はい。僕みたいな失敗作は面接だけでは違う。見抜けない。そんな聞いてない。もう間違えて金送らんためにどうするかって聞いてんの。ですから、僕みたいな失敗作が今後会社に入らなければ、こういった間違いはなくなるんでいす。や、だからそれはそうかもしれんけど、お前自身がどうすんのって俺聞いてる。まず人事部にですね、僕みたいな失敗作がいるということを報告して、え、今後このようなこと。さっきからどういう気持ちで喋ってるんですか。みたいな失敗作が会社に入らないためにいや、はどうすじゃあ、るか。失敗作って受け入れてええの？さっきから当然のように僕みたいな失敗作って言ってるけど。まあ事実ですから。なんで笑顔で喋れんの、それ。いや、僕失敗作なんで。いや、じゃあもうそういうふうになもう開き直って逃げるんじゃなくて、ああ、もうやからここで再発防止策ちゃんと考えようや、ここで。いや、開き直ってるわけじゃなくて、事実ですから。なんでわからないんですか？え、なんかマウント取られてる。なんで？え、課長が僕のこと失敗作って言ったんですよ。え、忘れました。なんでマウント取られなあかんねん、俺が。体調悪いですじゃ、笑うな、笑うな、お前。笑うな、笑うな。じゃ、黙れ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 。もう分かった、もう一回整理しとるわ。今、俺は、お前が二度と誤送金をしないための、お前自身の再発防止策を聞いてる。今、人事部とかは関係ない。分かったか。あ、じゃあ、質問に簡潔に答えろ。会社で大きなミスをしたものは子供を作らないようにしまなす。んて、なんいや、て。やっぱり失敗作の子供は失敗作です。はここで根絶やしにして未来の日本を救いまじす。ゃ、もうええって、マジで、も日本から僕みたいな失敗作を撲滅しう。ましょう。そんな話してないから、俺。でもね、こんなこと急にみんなに言っても賛同してもらえないと思うんで、そりゃそうやろ。まず一番の失敗作である僕が子供を作りません。それでええの、お前は。いいに決まってるじゃないですか。なんで笑顔で喋れんの、それ。いや、僕以外の失敗作、そんな勇気ないでしょ。どういうプライドなの、それは。それは失敗作の気持ち分かってないっすわ。
なんでなんそれは。カツオにもなってわからないですかこの感じ。なんでマウント取られなあかんねん腹立つ。とりあえずそれでいきますね。どれでいくねん。だから僕は子供作らないって言ってたの。お前みたいな失敗したらこのように作らへん方法聞いてない。誤送金どうするか。だから人事部の面接の前に。お前の失敗は聞いてんの。だから子供作らへん。もうええわもうええわ。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとう。ありがとう。いやもうシャカトラはもういいよ、でんで。もういいよってなんですか。いいよってな。でんでいいよ。これがあれでしたっけ。なんでお前らとわざわざリモートで喋らなあかん。喋ってくださいよ。リモートで新鮮な気持ちで。新鮮な気持ちで。ちょほんとこれだと思う。じゃ今からあんねやろ。あと5分後か10分後ぐらいに。そうやろ。あと5分10分でライブあんねやろ。バカ入ってもう。いけいけもう。一番ペーペーやのに、はい、一番最後に入って、出順コマネルさせてもらいます。あめっちゃええや。まあまあまあ、ね、まマイスイートメモリーズさんとクロスバー直撃さんの間です。えぐい、すごいや。えぐい、何のライブ何人リスグラさんのコントライブやんな。なるほどな。すごいメンバー、ね。これやるそれ全然違う。あ違うやつやります。はい、違うそうなんこれなんか、ほんで、なんか、とがったネタやったな、このネタ。なんか、あれそうですかあれですなんか、その、なんやろ、難しいネタやったよな。賢いな、なんか、同期に見せつけてるかのような。俺らはレベルちゃうと見せつけてるかのようなネタをしてたけど。新ネタ下ろさせてもらいました、ここで。新ネタ下ろしたんだったよ。なんかちょっと長いな、長いよな、確かにな。はい、タイムキーパーさんが笑ってくれたらいけるという。ちょっといけるかなっていう。いや、俺らも一応ラジオやから、その、嘘でも笑うときあるから、それだけ覚えててな。言わんほうがいいですよ。じゃあもう後で教えてください。今のことは後で教えてください、それ。そんなことない、そんなことないよ。そんなことないけど、いや、いいネタやと、めちゃくちゃなんか、大人向きのネタやったよ。これあれでしたっけ、その、岡本から溢れ出る社員感だけでも覚えてくださいのコーナーでしたっけ。まあ、やとしたらネタのチョイス合ってたよ。大得意です、こういうの。社員すぎる、その、いや、思ってん、ほんまに。その髪型とネクタイとシャツの感じ。これもう働いた時の格好そのまんまですから。その半沢直樹のさ、言うたらその一発最初のカマセイヌの部署の下のやつみたいな。ああ、こんなやつやな。そのもう不運で、不運に見舞われまくってるやつらの一人みたいな。雰囲気すごいもんな。久保はもう面接で落ちる髪型やな、これはもう。こんなやつ、そんな人ない。こんなやつ、オフィスに一人もいてほしないねんから。言ったらいいですか。これはこれでいい。楽しかったやろうなって思われる。大学で楽しみに楽しんだよ、との就活。新しい学科します。はい、あれな、何組入った ?44 期は何組になったの ?2 組入って合計3組になりました。だからもうこれが全部なんや。これ全部、はい遊覧飛行が落ちちゃって。そうか。遊覧飛行落ちたんや。はい。同期で削り合ってます。お前やな。いやいやいや、もっと増えなな、同期がな。そうですね。同期もっと増えて、なんか、なあ、ほんまに同期ライブできるようになるのが一番理想なんかな。うん。お前らが、この、実は44期こいつやばいですみたいなおる。いやそれこそ、あたかむし？いや、それこそ、聞こえた。何すいません、今、お前やめろ。吉本、10月に辞めたやつの名前言いました。ええわけないやろ。ええわけないから。辞めちゃいました、そうや。いや、それこそ、パート出る七輪の豊原ってやつはめっちゃやばいけどおもろいです。やばくておもろい。これが楽しみや、確かに。そう、七輪始めましたから、ちょっと楽しみやわ。そうですね、豊原の自分の部屋、タバコ吸いすぎて壁の色、ショッキングイエローですから。ものすごく黄色なんや。ショッキングイエロー。ショッキングイエロー。めちゃくちゃおもろいですよ。なるほど。まぁ、ちょっとごめん、時間ないからもう。すいません。頑張ってくれ、ライブ。頑張って。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。ありがとうね。またまた。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうね。いや、もうね、忙しいです。シャカトラだって、そうだって、順序言ってるか。あ、そうか、順序言って、お前やん。せやで。素晴らしい。なんで俺らがネタを見て、こんな、ふんぞり返ってんのっていう話ですよ。カトラ順々行ったんだ。そうよ、めっちゃネタもおもろかったし、順々ネタも。2年目で。そう、素晴らしいですよ。まあでも純潔無理か。無理やね。これ、シャカトラに。シャカトラが純潔行ったの2年目で、純潔また新しく増えたんですけども、今年も、M1 準決勝2年目で行くコンビは現れませんでした。大変ですね、やっぱりね、相当難しいです。難しいものです。
はい、ということで、リクエスト来ております。はい、納豆さんからですね、松井さん、秀樹さん、こんばんは。今日は昔好きだった人が CD をプレゼントしてくれてから、お気に入りになった、バンドの曲をリクエストさせてください。お二人は好きな人にプレゼントしたもので印象に残っているものがあったら教えてください。プレゼントしたもの？したもの。好きな人にプレゼント。中学校3年生の時に、うん、小人図鑑って入ってたよ。あ、入ってた。小人図鑑のほんま、秀樹みたいなの、ピンク色のでかくやつ。隠れ桃尻な。隠れ桃尻。俺呼ばれてたから覚えてる。隠れ桃尻を、隠れ桃尻な。でっかいぬいぐるみのキーホルダーみたいなやつ。うん、これ私おもろいと思って、渡して、で、つけてくれて、うん、お揃いでつけてたけど、うん、1日後に外されてて。で、聞いたら、うん、潰れたって言われてるけど、絶対嘘。ぬいぐるみ潰れることなんかないから。ぬいぐるみが潰れた、嘘に決まってるもん。そうなんや。俺何あげたかな？なんか大学の時に、冬に誕生日やって服あげて、着てくれたけど、全然似合ってなかった。俺が全部ある。でも優しいから着てくれて。優しいな、全然似合ってないって俺は思ってしまって。秀樹も思うほど似合ってなかった。すいません。ということで、納豆さんからのリクエストです。ナードマグネットでミックステープ。NEC ラフラフアワーではフワチルの皆さんからのリクエストをお待ちしております。メールアドレス lrh@esfm.jp にメールを送るか、X でツイッター、X でハッシュタグラフラフでつぶやいてください。大丈夫か。なんか、ずっと読みすぎて、もうわからんくなった。ハッシュタグと効果みたいなのあるなんですよ、ね。それでは2組参りましょう。2組は NEC44 期芸歴2年目の七輪です。ボケの豊原とツッコミの坂本からなる NSC 大ライブでは準優勝のダブルメガネコンビでございます。ダブルメガネコンビ、おぎやはぎさん以来の。おはい。はい、それではネタをお聞きください。どうぞ。どうも、七輪です。お願いします。お願いします。ありがとうございます。あの、お前昨日の晩飯は覚えてる？昨日の晩飯もう忘れた。忘れた。うん、全く覚えてないわ。それ脳みそ衰え始めてる証拠や。あ、なんかよう言うねそれ。まあ、聞くけどさ、お前昨日の晩飯ね、めちゃめちゃ覚えてんねん。めちゃめちゃ覚えてんの。昨日の晩飯は、うん、海苔の佃煮、うん、サバの煮付け、うん、味噌汁、うん、ご飯。え、覚えてるやん。覚えてるよ。すごいな。うん、前の日はね。その前の日は、うん、クリームシチュー、うん、ブロッコリーのサラダ、うん、ごまドレッシング、うん、大根ピラー。あ、その前の日はね。その前の日は、ミネストローネ、うん、バジルポテト、うん、スライスチーズ、ご飯。給食みたいな。え、前の日の晩飯むちゃむちゃ給食みたいな。でも俺まだまだ覚えてんで。まだまだ覚えてんの？あの、前の日はね。まず大おかずが。大おかずかって言うてんな、お前。ハンバーグ。ハンバーグ。で、小おかずが。小おかずかって言うてんがな、お前。ポテトサラダ。ポテトサラダ。で、チキンライス、うん、選べるデザート。クリスマスメニューやねん。ちょっと早ない。何食えてんねん、お前。でも俺めちゃめちゃ覚えてるやろ。なんかめちゃめちゃ覚えてるけど、給食気になるな。お前さ。なんかのよその家の晩飯は聞いて変やなと思わんかった。思わんかった。思わんかったよ。俺も子供の頃から晩飯のおばちゃんの飯しか食って。お前、おかんのこと晩飯のおばちゃんって言うてんの？こんなにうちの晩飯気になる？なんかむちゃむちゃ気になってきたな。どんなん食いてんの？いや、そんな気になるんやったらもう献立表渡しとく。え、献立表あんの？うん、だから俺も明日の晩飯も知ってんの。知ってんねよ。うん、明日の晩飯は、うん、八宝菜、うん、リンゴジャム、うん、コッペパン、うん、牛乳。ちょっと明日給食すぎひん？嫌やろ、さすがによ。嫌ちゃう。嫌じゃないんや。ほらさ、お前、明日の晩飯分かってるんやったら、今日の晩飯も知ってんちゃうの？当たり前や。当たり前なんや、これ。今日俺めちゃめちゃ楽しみ。楽しみ。カレーや。楽しみやな。美味しいもんね、カレー。もう早く帰りたい。そんな言うなよ。お前さ、うん、あの星型の人参さっき食べる人。え、お前んちのカレー、ラッキー人参入ってんの？お前、星型の人参選んで入れそうや。俺、ラッキー人参あるある知らんねんけどな。てかさ、なんかお前、話変わんねんけど。まあ、その献立表はさ、お前のおかんが発行してんの？うちのおばちゃんが発行してる。おかんって言うたれよ。おかんが発行してんのよ。うん、どんなおかんやん、お前それ。え、うちのおばちゃん？え、うちのおばちゃんな、うん、ペアレントティーチャーアソシエーションの役員や。お前、PTA のことペアレントティーチャーアソシエーションって言ってんの？あんまちゃんと言わんだ、あれ、お前。あと、うちのおばちゃん？おかんって言うたれだから。あの、コロコロコミックの付録転売してた。何転売してんの、お前。あと、うちのおばちゃん？おかんって言うてあげてよ。あの、給食の牛乳を初めて冷やしてたし、うん。あれ、お前のおかんやったんや。うちのおばちゃん。そうなんよ。だから今の子供たちが美味しい牛乳飲めてんのは、うん、全部うちのおばちゃんのおかげ。今度お前のおかんにさ、ありがとうって言うといて。どうもあしょ。おー、ありがとうございました。
ありがとうございました。はじめまして、七里。はじめましてです。どうも。なんかあの、あれやな。なんかほんまあの路線やな。あの路線か。三遊間とか。確かに。ほんまにおもろいけど、花ゼロの、コーラゼロ、ファンゼロの、なんかニュアンス。ちょっと業務さんに似てるな、似てるシルエットが。まあ確かにな。サーハンとアメクニさんのシルエットが似てる。ありがとうございます。こいつですよ。ありがとうございます。すごいね。うん。うん、豊原がやばいんか。おー、それで先ほどバトルが言うてました、ね。豊原やばそうやもんな。うわーやばそう。やばそう。面白くなさそう、こいつ。面白くない。あかんやん。じゃああかんやん。そうだよ。それで劇場入ってるからええねん。もう、なあ。あれ、もう面白いの確定やから。確定。その、こんな顔で、やばかった動機おったわ。ねえ古竜。古竜か。古竜か。あ、違う。古竜よりマシやけどな。古竜や。マシなんですね。古竜よりマシやけど、確かに路線で言ったら古竜やわ。うん。古竜さん路線なんですね。まあまあまあ、そこも古竜の名前はもう忘れてくれ。うん、お前らもリスナーさんも忘れてください。やばすぎるので。何歳な？なんか、何歳？僕が29歳で、なるほど。で、豊原が24歳です。あ、豊原言わせる。あげてんねん、お前は。なん、どうしたん？ 24 歳です。はい、とても健康です。なんかでも、すごいな。坂本めっちゃしっかりしてるもんな。しっかりしてる。いい声やし。すっごい上手いしな、うん。なんか奥田さんみたいな、その。ああ、確かに。声の感じが。あ、めっちゃ古竜が否定してるわ。コリュウ、コリュウって言うな、お前。豊原は、全然そんなことない、坂本は。いや、全然そんなことないっすよ。なんでそう思う全部豊原が考えたことを、もう、ロボット的にやってるだけ？はい、ブレイン。全然違う。マジで違う。タクトか。はい、僕、浜田さんにも聞こえてきた。あ、ほんまや。確かにな。こいつ、アップトゥーユーのエントリーなんか一回もしとんないですかね。いや、それいいね。そうやね、ブレーンってせえへんね。ブレーンはせえへんから。ちょっとネタも僕書いてんすよ。100ゼロっすよ、うち。やお前、お前、どうやろ、お前、タバコ吸ってるだけか。お前、こいつはタバコ吸って、親のピタパで買ったウイスキー飲んでんすよ。何してんねん、お前、こいつ、やばいやんけ。やばもう、毎日じゃん、2日に1回。何がやばいやつか。だから、めっちゃええんか。うん。坂本がほんまにあの豊原をもう見捨てんと、そうやな、ずっとこう相手してんねや、うん、でももう大ライブで準優勝してもうたから、あ、なるほどな、だからまあそのまあまあ解散もようわからへんしというな、うん、やってみようということか、うん、でもめっちゃいいやんな、バランスはな、コンビとして、いや、これ豊原はちょっと坂本からしたらはぁって思うかもしれんけど、豊原がな、多分な大人気になるかも、芸人の中で、うんうんうん、あ、そう、はやろ。はいはい。いや、でも、こういうの、ブレインよりフェイスちゃうろ、お前。ブレインよりフェイス。でもさ、何、坂本めっちゃボケの人に誘われそうじゃん。めっちゃ気持ちよくない？ああ、まあ、その感じ。あ、なるほど。ボケの人はめっちゃ坂本を誘いそう。豊原はなんかもう、ボケのやつは、いや、こいつって何さ。なるんや。なるほど。古竜。古竜になる。いや、それ困るで。その豊原、いや、坂本、いや、その誘われる愛されツッコミは僕ですからね。これほんま危ういよ、こいつ。危うい、こいつ危ういな。めっちゃしっかり、29でしっかりしてるし。僕はでももうほんまどこでも行きますよ。こいつほったらかして。行けます、僕は。いや、ちょっとでもちょっと豊原にフィーチャーしてほしいわ。豊原がいじられまくったり、なんか豊原のコーナーとかやってほしい。ああ、いいな。地獄の名前だけでも覚えて帰ってください。俺の名前。やっぱほんでやば、え、そのやばい、やばい、やっぱ坂本からしても豊原は。そうですね。いや、でも確かに家とか汚いですし、うん、汚そう。まあそうですね。なんか一個やっぱほんまにちょっとマジで文句なんですけど、うん、ネタも書いてないし、うん、ライブのエントリーもしないし、うん、遊ぶこともしないのに、うん、なんか最近鬱っぽいとか言うんですよ。あ、メンタルが？メンタル弱いんや。ですよ、もうなんかほんま意味わからんくて、僕の方がもうお腹キリキリ言わせながらやってるんですよ。
それはでもお前、それはお前、坂本がちょっとケアしたらな、お前、コンビやねんから。あ、そうです、これ傷ついてないんですよ、こいつは。いや、ケア。豊原もキリキリ頑張ってんねんな、見えへんとこで。豊原も豊原なりに頑張ってんねんな、豊原。はい。何を頑張ってんねん、お前。ギターの練習とかして。何を頑張ってんねん。いや、大事よ。なんかで使えるかもしれへんもんな。タバコ吸ってウイスキー飲んで、ギターの練習してんの、お前。アニメ。なんでアニメ見ながら。アニメです。あ、アニメながら。これ絶対ギターうまならんだよ。いや1曲だけ弾けるで。1曲だけ弾けるで。1曲だけ弾けるようになるだけ。コードとかも何も覚えない。トンボ、これはいいですね。めっちゃおもろい。ニューフェイスやわ。楽しみ、劇場で会うのが。確かに。ありがとうございます。そう、何回か言ったらグランプリとかで上位パンって取って、人バレて、どんどんいじられてみたいな感じだな。うん。めっちゃいいと。頑張ります。12月に。豊原ほんま前出まくりや。豊原前出まくってどうせおもろなるから。頑張ります。うん、この分、あの、危なかった時に坂本が、あの、ツッコミとして君臨しないとエグい空気になる時あるかもしれんけど。で頑張ります。うん、いや、ちょっと楽しみですね。楽しみ。いいですね。いや、ありがとう、七輪。めっちゃおもろかった。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ直接ライブで。はい、お願いします。お手紙よろしく。またね。ありがとう。いや、おもろいね、七輪。おもろ。いや、何や、なんかみんなおもろいな。知らんかな。俺も知らんかったわ。やっぱ、まあまあ、紛れるよな、ああいう、この、キャラクターがめっちゃこう、隠れてる感じの。ああ、まあ、そのネタ職人ってさ、パッと見じゃわからへんしな。ネタもいいし。稲継のやばさなんか、そうそう。ほんま最近やもんな。ああいうコンビこそ片方むっちゃやばいっていうのがあるから。いや、面白いですね。はい、ということで、このあたりで一曲聴いていただきましょう。これは松井くんが選びました。桑田佳祐で白い恋人たち。NSC ラクラクアワータイムキーパーの2人でお送りしております。それでは3組目参りましょう。3組目は NSC44 期芸歴2年目の宛先プレーンです。ボケの荒木とツッコミの高まんからなる NSC ダイライブ優勝のコンビでございます。それではネタを見てください。どうぞ。どうもー、宛先プレーンです。お願いします。僕が荒木と言いまして、はい、こちら芸人になりながら、うん、現役でサラリーマンをやってる高まんと言います。はい、今日はですね、はい、奈良県は葛城市に営業行ってまいりました。お疲れ様でした。ありがとうございます。毎日忙しい言うてね。そうですか。大変でございます。そんなことよりね、そんなことより僕また今度マッチングアプリでマッチしたことを、おうおう、一緒にお葬式に行くんですよ。うん、ストップ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 、ストップ、マッチングアプリのこと、うん、お葬式に行く。あ、そうそうどういうこと、どういうこと、どういうこと。だからこれもともと一緒にデートに行く予定の日があったんやけど、うん、その日に俺の遠い親戚のお葬式が入っちゃった。うん、じゃあ別の日にしようか、それは。でもそれやったらデートの場所を葬儀場に書いたらいいだけの話な。うん、ええー、わけないやろ、お前。誰がデートで葬儀場行くんですか。うまくいかへんから、それ。それ大丈夫。大丈夫。俺ちゃんとネットで、うん、初デート必勝法4選っていうサイトを読んだの。うん、読んでもやねん。うん、そのサイトはその葬式に対応してないから、多分。必勝法って書いてあるんだよ、うん。書いててもやね。うん、やめとけやめとけ、それ。絶対大丈夫。絶対、うん、なんて書いてる、そのサイトには。これ、まず書いてあった1個目が、うん、出会った時に、うん、相手の服を褒めてあげるんですよ。うん、そうそう、喪服、喪服。その日、彼女、喪服着てあるわ。喪服？あ、いや、普段やったら喜びはるよ。でも、その日、喪服やから喜ばへん。なんで、なんやったら、お前も同じような黒い服着てるからね。おそろコーデってこと？違うよ。違う違う、あっちはドレスコードのつもりやから。緊張しなくて、おそろコーデ関係ないから。ほら、この対応してないやん、それに。じゃあ、2つ目、対応してないってだから。2つ目が、何？男らしさを見せる。これ。じゃ、だから、葬式のどこで男らしさ出すね。だから、受付で、うん、女の子がコーデを出そうとしたら、うん、ここは俺が出すから。やらんでいい、やらんでいい、いい、いい、お前、かっこつけすぎやじゃ。そんなん高いレストランかどっかでやったらよ。いいや、別に。じゃあお前な、そもそも恋を知らない男の子だね。僕は年上として教えたるわ。恋っていうのはね、その相手の心と我がの心をこれちょっとずつちょっとずつ近づけていく、これが恋愛っていうね。分かった。そう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 。3つ目がね、聞けよ。おいおい、聞けよ、アドバイス。たくさん喋って会話を盛り上げる。ねえわけないやろ、そんなん。おい、手叩いて笑うな。な、笑っていいのは家の中のあの人だけやねんな。デートの盛り上げ
4つ目。盛り上がってないから。おしゃれな告白をする。デートの初日に告白すんなよ。僕と一緒のお墓に入ってください。絶対ここでは言うたあかん。これ何してんねん、ずっと。これで完璧。絶対やめとけ、もうええわ。どうもありがとうございました。素晴らしいですね。いやよかったね。やっと入れて、ね。おめでとう。そのやっとでよかった、本当に。まあもうまあ申し分ないですからね、ネタは。ねえ。だから、たかまんがその社会人やりながらから年齢が38歳ぐらいですよね。30です。いい雰囲気すぎます。雰囲気がもう雰囲気がもうおじさんすぎるので。すいません、ちょっと肌質が。肌質がね、軽石と一緒なのでね。荒木さんは、荒木さんは、普段マキシさんをやってるんで普段プライベートでマキシさんをやってる人ですか？マキシさん、普段活躍活動してるんですよ。言われますけど。全部がマキさん。色だか、なんか。なんかその、何やろうな。うん。雰囲気もな。雰囲気がマキさん。さんその、雰囲気めっちゃ似てるからさ、その箇所が似てなくてもマキさん。マキさんに見える。シルエットに似てるけど、めっちゃ雰囲気マキシさんすぎてマキシさん。いやーね、荒木何歳な？僕は24です。あ、24歳若いね。そう。めっちゃ若いやん。めっちゃ若いやん。大卒？あ、そう、大卒で NSC 入りました。あ、そうな。なんかサイズ感もいいな。その おじさんの方がちっちゃくて。なあ。まあ30歳やけどな、その若いけど。うん。いや、もう、高間もだんだん縮んできたんやろ、これ。あ、そういうこと。ヒクマンになっていくんじゃない。最後、ヒクマンになってって。いや、高い低い、その高い低いじゃないんですよ。おじいちゃんで腰曲がったら曲がりマンになるんですかね。曲がりマンってね。わからない。いや、高間俺結構ね、何回かご飯行ってて。あ、そうなんや。そうやね、なんか、あいつと仲いいね。まんまるの。そうや。まんまるのトヤと仲良くて。もうまんまるのトヤから、なんか、あいつ自分で車持ってるから。オープンカーのね、車。あいつオープンカー持ってる。それがもう、肝おもろすぎて。やっぱ楽しいから。一緒に遊んだりしてんねんけど。44期、もう一人誰か車も持ってなかった。ええ、誰やろ。じゃあ、あいつやろ。あれやろ。アータローの元相方。アータローの元相方。40来ちゃう。あ、セーブ。はい。はい、あ、セーブも44やで。14です。はい。セーブがなんかえぐい金持ちやでな。そう、44来くれ。いやいや、それで言うと僕負けてないですよ。そうや。働いてるもん。バリバリ働いてるもん。めっちゃ金あるんじゃ、高間。いや、まあ、そこそこにはあります。はい。まあ、月収で言ったら5、60ぐらい。まあまあ、そこまでは言わない。5、60あんの？月収？よろしくお願いします。いきません。お願いします。無理です。ぜひお願いします。いきません。しかも後輩やから、え、怒ってもらえへんから、いきません。違います。もう全部今度競馬で使います、じゃあ。お願いします。でもさ、ほんまにさ、高山、忙しなったらどうすんの？もしかに。忙しなったら、もうやめますが、今のところは続けさせてください。ああ、でもな、じゃあまあ、ほんまのこと言っていい？じゃあ、俺、高山に。はい、そう、ハングリー精神出えへんのじゃん。ある時正直さ、はい、やめてほしいな。僕は、やめてほしいですね、正直。そうやな。やっぱ、なんか会社のそのアポとかで、ね、ネタの時間くれたりとか、いい時間。それあるよな、だって。会社ちゃんとした会社員やもんな。そうよな、もう最悪やな。いや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 、ハングリー精神ありますよ、もちろん。じゃあなんでやめへんの？いや、そのお金ってもうそのね、この水準を下げるともう死んじゃうんで。なるほどね。死んじゃいませんよ、別に。でもそれで成り立ったらすごいことやけどな。いや、まあ、そうしたら成り立ったらな、すごいねんけど。それはもちろんいつでもそのいつでも辞める準備はできてます。ほら、こんなんよ、ちゃんと。違う、衣装やろ。いや、違います。これが会社に行く時の服じゃないや。ああ、そうやな。これは漫才衣装でしょ。お前。でもこれで会社行くこともあります。行くこともあるね。漫才書で？じゃあどっちやね今の。これで、ま、会社行ってますじゃないか。行くこともあるんだね。きっとあるやわ、じゃあ。おい、どっちかにしてくれや。行くこともあります。行くこともあります。いやー、いいね。なんか荒木がもっとなんかこう、いじられ出したりしたらね、めっちゃおもろいな。確かに。うん、なんか荒木ってどんなやつなの？え、あれやん。2016年3位。2016年の3位は、スーパーマラドーナさん。
M1 めっちゃ好きなんや。先生、お前よう覚えてたな。全部言え。あ、よかった。何やったっけ、何で一緒やったっけ。なんか NSC の配信で一緒やった。配信で、はい。はい。そうそうそう、めっちゃ詳しいな。めっちゃ詳しい。でもそれなかなかキャラがないんでどうしていこうかな。いや、ちゃんと、キャラだな。アユタクっていうのも一応ちょっとあるんですけども、すごいエッチな男でして。エッチな男。なるほど。今日もこの後、風俗店に行こうっていう話をしてました。あ、めっちゃええやん。それめっちゃいいと思う。荒木の荒木を。このエッチなマキシさんです。エッチなマキシさん。マキシさん、エッチちゃうからな。マキシさん、全然エッチちゃうで。めっちゃいいやん。なんかほんまそれこそさ、なんかさ、所作とかさ、まあでもちょっと怖すぎるか。他にかけるメンバーを笑かすためだけに、エッチなマキスさんっていうモノマネやってほしいけど、ね。あ、なるほど。声とかが似てるわけじゃない。いや、まあ、所作とかだけど。これも髪型も顔も何も似てないけど、なんか雰囲気と所作だけでマキさんのモノマネいけますよ、それ。いや、だってコージー富田さんもタモさんのモノマネ実はあれ何も似てないからな。ああ。所作とかで言ってるから。なるほどな。そう、そういうのもあったりする。いや、まあまあ、そこはまあさすがにあれやけど、なんかこう、荒木になんかこのキャラがついたらめっちゃな。二人とも強いな。まあでも、ただでさえこの社会人しながらっていうのがあるからな。確かに。いや、はい、こっちなめっちゃいいですよ。あ、本当ですか。風俗好きとか。もうだから女遊びするというよりは、その一人でやるエッチが、その一人の個人のエッチ好きはめっちゃおもろいやん。プロのエッチャー。そうそう、プロのエッチャー。プロのエッチャーになりなさい。ちなみに、え、今日はどこ行きたい。今日は、谷町にある大阪浜ちゃんっていうお店に行こうかな。知らない。お前、めっちゃ安いとこやんけ、お前、それ。大阪浜ちゃん。めっちゃ安いとこ、その、なんか、ホテル代込みで6000円ぐらいのとこや、それ。そうです。それ好きやって、元万劇の今、福岡にいる社員さんが。そうそう、大阪浜ちゃんや。はい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 。いや、まあちょっとね、またちょっと万劇でいろいろ喋りましょう。はい、ぜひご飯もよろしくお願いします。頼むわ、ありがとうね。ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。いや、面白いね。いや、最高でした。ということで、以上、名前だけでも覚えてくださいでした。ありがとうございました。今週も、名前だけでも覚えてくださいということで、44期がね、来てくれまして、今が劇場に3組おるということで、その3組が。ちょうど。はい。まずシャカトラとね。シャカトラも何度も、ね。いや、もうシャカトラも喋ることないですよ。ないですよ。うん。面白い。おもろい二人ですか。はい。はい。そして、七輪。七輪、初めて。七輪がね、面白かったです。これは新しい風ですね。このね、豊原がやばそうですよ。まあ坂本なんかほんまに東さんとかの路線というか、なんか飲んだらめっちゃおもろそうやなって思ってるしな。まあ、なん慎太郎みたいにならんかったらいいけど、慎太郎みたいになるやつおらへん。いや、分からんで。ファンファーレと熱狂の慎太郎も飲んだらもう本当にね、もう岸和田の塊、いい街なんですけどね、岸和田はね。ね、まあ、ちょっと七輪楽しみ。はい、はい、そして、宛先ブレーンが、まあ、44期の主席が、主席、ね、はい、やっと劇場に入りまして、まあ深夜から続く、負の連鎖をね、打ち破ってくれました。思いましたよ。僕らの時深夜が主席になってから主席がなかなかギリギリ入れないというね、流れがあったんですけども、まあ主席プレーが入ったということで、うん、よかったです。いや、よかった。はい、もうみんなね、ちょっとめっちゃ面白かったです。44期最高でしたので、劇場ダウンは楽しみです。そうですね、また皆さんも劇場に見に来てください。はい、ありがとうございました。